パプゴメスこと、アルハンドロ・ダリオ・ゴメスは、アルゼンチン・ブエノス・アイレス出身のサッカー選手。アルゼンチン代表、プリメーラ・ディビシオンセ・セビージャ・ FC 所属。ポジションは、フォワード・ミッドフィールダー。アルセナル・ FC のユース出身。2003年にプロデビュー。2005年から正式に、トップチームの一員となると、翌2006年から定位置を確保。2009年、 CA3、ロレンソであるマグロに移籍。1シーズンのみの在籍だったが、リーグ1047試合に出場し8ゴールを挙げた。2010年7月、セリエ A のカルチョカターニアへ移籍。ユベントス FC に移籍したホルヘ・マルティネスに代わる、レギュラーとしてプレー。2012年夏の移籍市場ではインテルをはじめとする、イタリアの複数のクラブからの関心が報じられた。 2013年8月2日、FC メタリストハルキウに移籍が決定。2014年9月1日、アタランタ BC に移籍し、セリエ A に復帰した。2016から17シーズンは、リーグ戦37試合で16得点を挙げるなど、アタランタの合躍心に大きく貢献した。二千十九から二十シーズン、チームの好成績に貢献し、六月のセリエ A 月間、 最優秀選手賞を受賞した。リーグ戦では、セリエ A で最多の16アシストを決め、2期連続のチャンピオンズリーグ出場権獲得に貢献するなどの活躍で、セリエ A 年間最優秀 MF に選出された。以降チームキャプテンとして牽引するも、2020年末に、監督ジャンピエロがスペリーニとの不仲が表面化し、遺跡の噂が浮上するようになった。 2021年1月26日、セビージャ FC と2024年までの契約を結んだ。アルゼンチン U-20 代表の一員として、2006年のトゥーロン国際大会や2007年の FIFAU-20 フフワールドカップに出場した。アタランタでの活躍から2017年6月に、アルゼンチン A 代表に招集されると、6月13日の シンガポールとの親善試合で代表デビューし、初得点も挙げた。非常に小柄であるが、足元の技術に長けたチャンスメーカー。得点力も兼ね備えるが、献身的な守備で得点以外の面でもチームに貢献する。ありがとうございます。